サンダーボルトファンタジー通りけん究機は、うろぶちげん原案、脚本、日本、台湾共同制作によるテレビ人形劇である。略称は、サンファン。台湾の伝統ある人形劇、補填劇を現代的な感覚でアレンジした壁靂補填劇をベースにしている。2014年2月、脚本家、うろぶちげんが、フェイト・ゼロ台湾版の出版に伴うサイン会で、 台湾に赴いた際、台湾版の出版社先端社のスタッフによって、会場付近で開催されていた霹靂補定劇の展覧イベントへ案内され、強烈な刺激を受ける。これが、日本では一部にしか知られていないことを知った、うつろ園は、もったいないと感じ、なんとか、日本に紹介できないかと、各方面へ働きかけたのが、きっかけとなっている。その結果、最終的には、原案、 脚本を、うつろ園、キャラクターデザインを彼の所属会社、ニトロプラスの社員や、関係の深いクリエイターたちが手掛け、人形の実製作、葬演を、ヘキレキ固定劇の本家、ヘ歴国際田中立帝古に有限講師が行う、日体合同映像作品として、世に出ることとなった。内容は、中華、日本的世界観をベースにしたオリエンタル色の強い、 武教ファンタジー作品となっている。うつろ園の脚本で講談社の週刊モーニングにて2016年7月に佐久間結衣によりコミカライズされたほか、サイドストーリーが秋田書店のチャンピオンクロスにて2016年9月に下月帰りによりコミカライズがされた。2017年4月にはニトルプラスブックスにて脚本。 ウロブチケンが監修した t v シリーズ第一期の前日短にあたる殺務小編と経緯編からなる小説サンダーボルトファンタジー通り兼勇気外伝が発売された。最終回及び公式 HP にて続編の制作が発表され、2017年12月2日より t v シリーズ第一期の前日短と後日短を描いた劇場版。 サンダーボルトファンタジー聖子一件が公開された。また、宝塚歌劇団により、2018年8月から、星組台湾公演、異次元舞教ミュージカル、サンダーボルトファンタジー通り剣勇気として舞台化。TV シリーズ第2期、サンダーボルトファンタジー通り剣勇気2が2018年10月から放送開始。第2期の最終回で、第3期制作決定の告知がされた。 2019年1月には本作初の大規模展示サンダーボルトファンタジー通り兼勇気にの世界展が開催された。同年10月25日に劇場映画2作目にして波不要の過去の話であるサンダーボルトファンタジーに死ゆ歌の公開が決定された。突起がない限り声の項は TV 版の声優、縁の項は宝塚版の出演者を指す。 1> 第1期及び第3期ナレーションは田中敦子が担当。本作は隣接カラスと娼婦間の W 主人公という形をとっている。東里の協力者西優の協力者東里の重要、人物西優の重要人物西の朝廷関係者ネット配信は第1期がバンダイチャンネル他にて実施中。2016年9月23日発売。 ISBN 978から4から06から388,641から22016年12月22日発売。ISBN 978から4から06から388,675から72017年3月23日発売。 ISBN 978から4から06から38万8706から82017年5月23日発売 ISBN 978から4から06から38万8726から62018年8月より宝塚歌劇団星組台湾公演異次元武教ミュージカルサンダーボルトファンタジー通り剣勇気として舞台化台湾の 第2回ウィーキンライブ優に、ドーマンカネハナ2019年のコスプレ大賞のタイ、ソラ、サソリ洋楽の紛争のコスプレイヤー、サンダーボルトファンタジー聖子一件に関する、カテゴリ、サンダーボルトファンタジー通り県勇気に関するカテゴリ。ありがとうございます。